もう僕堀江さんに甘えに来たんでちょっと甘え話をですかいやいや先に条件を言うととりあえず5億渡しますでいやもう条件はシンプルに選挙のトップに名簿置かせてもらえないかあそういうやつだ額が額だけにね学が学だけにねうんもちろんフリーハンドで5億使えるので なかなか厳しいですね。厳しいですよね。ちょっと頭の片隅に置いといていただいて、まあ、今後、ちょくちょく条件を、まあ、とりあえず衆議院がまずあるじゃないですか、来月ね。そうですよね。で、来年参議院がもう、6月にあるんですよ。そうですよね。で、あれね、僕ね、一番めんどくさいのが、おごれなくなることなんですよ。確かに、前回もそうなりましたね。でも、なんなら、<ー>もう逆に、 ややこしいからおごれなない理由にはなりますよ、ね、いや、そうなんですけど、はい、おごれないと困るんですよお金がない人とご飯食べに行けないんでまあ、そこはうまくっていう具体的な例を出せば、別に党で出すのはいいんですよ。簡単に言えば、今の5億いくじゃないですか、<laughs> はい、でその5億いったときに、別に党の支持として、堀江さん個人じゃなくて、党の打ち合わせ費で出せば全然 OK です。 党の打ち要はだから誰かと飯食うじゃないですか。<laughs> はい。それが全部、党の費用で思いっきり出してしまえばいいんですそれはい、なんでいいああ、それは全然だって打ち合わせだから。そうなんですか,か買収になったりしないですか誰かに、そうそう、それこそ、それもちろん弁護士最初に確認して、あそこんに行きますけど、総務省、財務、財務は,はい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 。それを言い出したら、だって僕だってめっちゃ怒ってますよ。いや、そうですけど、選挙期間中、<ご>工事日以降、その工事日以前とかは全然大丈夫だと思いますよ。<laughs> でも、だって普通に仕事で打ち合わせするのは全然セーフですよ、ちなみに。はいはいはい。うん、だから、明らかに、あれね、票を入れてくれっていうのが伝わらなければ全然構わないですけどね。あ<ー>僕、そういうじゃでそういうこと、知見特措部来て、ちゃんと説明したら、いや、でも僕はあのー、本当にね、前選挙出た時に、本当に、告示日以降はいきませんでしたよ。いや、それはもう、でも言って告示日なんて12日間しかないんで。12日間でも困るんですよ。 飯出せないのか、うん、だって全国でしょ一応こ、まあそうですね、全国ですね。全国比例でしょ全国比例。全国比例ってことは、基本的に選挙権を持ってる日本国民は全て対象になるわけじゃないですか。すね、はい。だから、日本人と会わなきゃいいんでしょうけど。<laughs> えー、まあ、とりあえず、衆議院5億、参議院5億。うん、いやだから、その、それよりも、 どうなんやろうなそんなの、だって、堀江さんの個人のお金で払ってはなきゃいいだけの話なんで。党で払ったらあれなんじゃないですかいやいや、あの、だって、選挙運動中でも何でもかん、何でも仕事するじゃないですか。はいはい、で、仕事するときにお茶飲んだり飯食ったりするのが、経費で落としていれば、うん、それはもう、まさに、そのまんま買収でも何でもなく通常の業務としてやってます。だ、全然、それは通りますよ。それは。これ明らかに違うじゃないですか、って言われそうじゃないですか。 それで本当に選挙の工作してたらやばいですけど、俺さんの場合は、選挙運動とかも全然しなくていいので。いや、まあ、もちろん選挙の工作でも何でもないんでしょうけど、<う>でも、ご飯奢おごられた人は、やっぱなんか投票しようかなって、まあ、俺に絶対入れんなよとかって言うのはどうなんですかね <laughs> あの。でもね、それ言い出したら皆さん、ほぼほぼなんだかんだって言って、会合で飯食ってるので、 いやもうなんか僕は本当に1円単位で割り勘にしないと危ないよってめちゃくちゃ言われましたよ、静かに静刺されるっつってあそれはもう多分ん、本当密室でやった場合にはそう言われるかもわからないですけど、うん、逆に言うと、ちゃんと党の領収書でやってしまえば、それはむしろ逆にツッコミをないと思いますけどね。 なあでも、党の領収書ってまたちょっと違うんだよな。<laughs> 業務として何か打ち合わせしました。だうん、とにかく、飯食った費用をちゃんと公の会計に出しちゃえばいいって言うんですそれは会社の経費だろうが何だろうが。<ー>こういうもので、そうやって明確にされるともうどうしようもできないんで。で、そこまで慎重な人はさすがに大丈夫ですよ。いや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 ,いや,いや <laughs> うわね、ほんとね。 公職選挙法ほど厳しい法律は知らないんで、うん、もうそこだけですね。あすみません。僕は別にあの、そこだけですね、完全に。それ、どうしたら不安払拭されますこういう形で飯食いに行くのにっていうことで、戦艦と。いや、もう完全に割り勘にするしかないですよね。ああ、その時に関して。そう。2>, あ<ー>2週間完全割り勘期間みたいな。おごってもらうとか無理なんですか だからもう本当に逆に言うとまあ5億とか両方で10億とか入ってくるのでそこはうまくできないですかねうまくって言い方があれだけどいや,いやもうでもスケジュールをそこはもうですよ、ね、だから相手側にこの期間は選挙中なんで完全に割り勘でお願いしますって一言 言ってもらえれば、多分飯食う相手もおごってほしいっていう思いはないと思うんですよ。いやいやいや、あの、おごってほしいですよ。ええ、だってわかんないけど、お金持ってない女子とかどうするんですか<ー>その、だから別にその相手が、はい、その会社の社長とかだったらもちろんおごってないんすけど、そもそもおごってないですけど、<ー>そういうのって全部埋め尽くせは多分いいんでしょうけど、<ー>っていう話ですよね、要は。<ー>どうでもいい話してますね、僕ね。 いや重要な話ですよこの国の未来に関わる話なんです <laughs> いやいやいや僕本当どうでもいい話してるなと思っていやいや国会でスマホを触れるかどうかに近いぐらいでもしんじろう俺いいこと言ってると思うんですけどね言ってますよだから叩かれてるんですよね<え>、うん、いやだって俺の対談で俺あの、はい、この間僕本当しん郎何回も会ってんですけど、はい、あんな一時間もがっつり彼と話し合ったの初めてなんですよ、あのー、いやもうしんがもうしっかりしてますよあれそうだからあれ、はい 結構、思ったより喋れるな、この人って。喋 <laughs> れるし、考えてないと出ないんだそうそうそう。いや、で、しかも、全部あれ、実は、あの、なんかよくわかんない、田中なんとかって、あの、記者が、はい、あのあ、はい、あんた、あんたバカ、あんたバカだから、恥かくんじゃねえのみたいなこと言って、はい、それに対して、非常にあの、クレバーな、レスポンスしてたじゃないですか。はいはい、あれ、アドリブなんですよ、彼の。いや、それは、 僕も最初あれ仕込みからまあ想定問答集ぐらいからと思ってたんですけど、うん、いや堀江さんとの対談を見てる限りあもう全然本物じゃんと、うん、だから要は普通の平均的な国会議員ぐらいのその知能はありますよ、うん、僕はもうそうですね国会議員で言えば平均国会議員で言えば平均一般社会で言えばかなり上の方ですよねそう、うん、だからあれ 全然喋れんじゃん、この人って。なんか、俺もなんか失礼かもしんないけど、思っちゃったもん。ああ、でもこう言った方がいいと思いますね。僕も同じように思ったんですよ。うん、で、結構心に刺さりましたよ。そうそう。そ<の>で、そのちゃんと国会改革も、まあ、はい、それはね、コバホークさんとかと比べるとあれだけど、うん、あのー、まあ確かに石破さんとかよりは全然いいと思いましたよ。しかもみんなああやって馬鹿にしてんだけど、僕ね、 すごい左翼の人たちから派遣法を改正した張本人のパソナにの顧問やってる竹永平蔵がみたいなこと大体言われるんだけど竹永平蔵さんって僕の衆議院議員選挙2005年の時に応援演説2回もしてくれたんですけどもちろん縦板の水の演説もすごいんだけどそれ以上におばちゃんたちからめちゃくちゃ人気なんですよ。 キャヘソさんみたいな。いやいや、全然まとめ。いや、だから、社員から見て、会社の社員から見たら社長ってちょっと変とか怖いとか、うん、そうなんですよ。国民から見ても経営者ってそう見えるんですよ。うん、だから、あの、亀井静香さんはどっちかとああいうね、もう派遣とか使うなっていう形でやってたけど。亀、まあ、井さんは亀井さんで、うん、なんか地元のおばちゃんたちが、 あの、黄色い T シャツを着て、<laughs> あの、イエロー軍団みたいな感じで、めちゃくちゃ応援してたのも、ま、あこれはなんか感情なんだろうなっていう感じはしたんですけど、それは良かったんだけど、でも、平蔵さんもすごい人気だったし、あの人多分、参議院議員になった時、トップ当選で90万票ぐらい取ったんじゃないかな、うんうん。いやいや、だから、いたってまともないですよ。だから、まともな人は、 やっぱり労働者から嫌われますよ。うん、うん。それはそうだ。だから僕、小泉慎次郎さんって、どっちかと労働者寄りのなんかこう、受けるようなことを言うのかなと思ってたら、うん、労働者からしたら耳障りや悪い、痛いんですよ。うん、でも、彼らのこと一番考えてるのは僕は小泉さんだと。うん。それはそういう感じましたよ。労働解放っていうか。いや、要は。だからあれだなと思ったのは、あの後、本当に、すごかったですよね。叩かれ方が。 そうなんですよだから僕はもう絶対あ小泉さんが行くと最初思ってたのが、うん、こんなに叩かれるんだっていうのはやっぱねえ首相になるっていうと叩かれるんですよ。す僕もすげえ叩かれましたから、ね、だからただ僕はもうこれでなんかもう自民党が。 過半数取れない時代になるんじゃないのかなと思いましたけどね。あどういうことですかいやいやもうだって、新次郎さんだったらそこそこ取ると思ってたわけですよ。僕は少なくともそう呼んでたんですけど、世界の潮流から見ても、とにかく細かく分かれてしまって、うん、自民党がおそらく分裂するんじゃないか。少なくとも立憲民主党分裂寸前ですよね、もう。 はい、野田さんがなって、うん、だって、あの小さな小さな国民民主党が大表選終わったらすぐ分裂したんですよ。はいはいはい。あ<の>そうですね。前,前,原さん前原さんが出ていったでしょ。で、今回も立憲民主党の方はもうは、野田さんになって、よし、野田さんをこう、みんなでノーサイドだってやるかと思ったら、全然要職につけてないですから。 あの、枝野さんとかをね。あ<ー>まあ、ね、枝野さんとか吉田さんとか、もう一人泉さん。うん、全然もう、もう裏切った人向こう陣営いわゆる枝野さんを裏切った人を幹事長にしたりとかしてるんで。多分、めちゃくちゃ遺恨残ってると思うんですよ。すごいですよね。だから、野田さん。あれでも、野田さんを支持してない人は、どこに投票するんですか令和いや、だからもう、令和と共産党と、もうそれに立憲がひっついて、立憲の一部がひっついてくるという、 それはだって、ねれ、立憲の中には、だから山本太郎さんに限りなく近い人いっぱいいますから、だって山本太郎さんの応援もらってる人もいっぱいいるわけですよ。ああ、じゃあ太郎にだ、たん。令和新選組から立候補した人で、立憲民主党に行った人なんか、山ほどいるんで。あそうなんいますいます。もう逆にそこの協力もらえるところとそうじゃないのははっきりしてる。じゃあ、令和じゃないですか。だから、うう左は分かれると思うんですよ。その 共産党、<立>令和立憲民主党が分かれる、うん、割れる可能性は、ね、めっちゃ高いと思いますね。いやでも自民党割れないんじゃないですか。もちろん僕も割れないと思っているんですが、うん、小泉さんがなれば多分そこそこ選挙勝つから割れないでしょうけど、うんはい、高市さんになると、 まあ、それはそうですよ、ね。いやー、高市さんか野田さんかっていう話になると、うん、結構真ん中の人、野田さん行きますよね。うん,うん。うん。枝野さんが出てきてくれたら、それはね、あ,あ枝野さんだったら余裕で勝てるわってなるでしょうけど野田さん、やっぱり、そういうシナリオになりますね。野田さんはもう、上手いから、そうトークが。だって、あの、安倍さんの亡くなった時の演説とか、ああ、そうな、ね、た一人勝ち、勝ちっぱなしで行っちゃうのはひどいですよとか、うん、思わず手叩きましたよ、あれ。うん。 あのまあでも、面白かったですよね。あの、解散しますっていう動画が最近流れてきてたじゃないですか。だ <laughs>、えー、からあの時の反省もしてるから強いと思いますよ。うん。なんであのマスコミって、そういうトンチンカンな政治的な何かを言うんですかあれ何なんですか俺、前、<数>僕は。数字取れるからでしょ それでも、それ視聴者がバカだからってことでしょでももうそれそ,それ信じちゃうからってことでしょあの、メディアがバカなのはやっぱり国民がバカだから。でしょその順番。だって俺、あの、僕は選挙出た時に、小泉さんと会ってるわけです。お父さんの方ね。はい、お父さんの方の小泉さんと会って話をして選挙に出てるんだけど、その、その時に思ったんですよ。あこの人は本当、俺はこの優勢選挙やって勝ったらもうやめるからみたいな感じのことを言ってたわけ。で、マスコミは、 何年長期政権が続くだろうみたいなことを言ってたわけですよ。いやいや、小泉さん辞めるでしょう。辞<や><で>めるって言ってんだから、この親父がさ。はっきり言ってましたからね。あの人、あの人本当のことしか言わないから。<laughs> そうですね。辞めるって、小泉さんが辞めるって言ったら辞めるでしょう。お前、話したことねえだろう、淳一郎とって思ったもん。<laughs> あ だから本当バカだなと思って。だから一般市民の感覚としては、こんな権力を手にして、辞めるわけないじゃん選挙も対象したし、お金も自由に使えるし。だからずっと、ずっと総理を続けるに違いないっていうふうに多分思っちゃうんでしょうね。周りに嘘つきが多いからでしょうね。 え、どういうことですかいやいや、社会でもそうです。結構嘘つき多いから。僕なんか、例えば NHK に裁判された人の受信料払うってもう言い出して十何年ですよ。政治家になる前から。未だに本当に払ってくれるんですかってめっちゃ聞かれますもん。ああ。そうなんだ。あの、偽善なことしてるというか、ちょっとレベルが高い人の話は信じられないんだと思いますよ。日頃騙され続けてるから。はははあ。の、基本的に頭のいい人から騙されるもんだから。騙され。だから、めっちゃ頭のいい人って騙さないんですけど、中途半端に頭いい人って騙すんですよ。 だから、この人たちを出会ってるから、このバカな人たちは結構疑い深くなるのは分からなくはないですよね。なるほど。でも、その時に僕はそう思ったんですよ。うん、で、実際に彼は辞めたし、僕は辞めたら、あの時選挙取ってたら、自民党全部乗っ取れんじゃんとかと思って。そうですね。そう,はい、そういう話を20年前から考えていて。そう。で、あれ多分、あれを見せつけたから、あ、やべえ、こいつマジで乗っ取りそうだみたいな。<laughs> 感じでめっちゃみんな怖がったんだろうなと思って。うん、そうです。だから20年前の堀江さんのあの2005年の優政会散さんっていうのは、僕たち国民には自民党を乗っ取るような計画があるとは全く伝わってこなかったですけど、うん、自民党の人たちはやっぱ感じてたでしょうね。いや、感じてたんでしょ、ね。感じてたと思います。だから潰しにかかったんでしょいや、うん、だから30代前半でこれ全部持っていかれたら、何なんだ俺の人生はみたいな。<laughs> おそらくそんな感じの感覚だったと思うんですけど。でしょうね。 だから、全力で潰しに来たんですけど、うん、今それが、僕は潰せないと思うので、うん、まあちょっと話を最初に戻せば、堀江さん、ここでまえ言っておけば。また言っとるわ。